じゃあ、ござありがとう。ええ、びっくりした。今日怖い顔しゃれなギレンさんだ。今日ね、ちょっと聞いてください。今日ファンの人にこちらが出会って、レナが出会って、そう、声はかけなかったですけどね。はい、そう、最近忘れのないよね。レナちゃんこんばんは。こんばんは。今日めっちゃケーキ食べた。え、いいな。何ケーキ食べたの？何ケーキですか？ファンの人に出会って、なんで分かったかって言ったら、新幹線で見たんだけど、なんかあの斜め前に座ってて、でなんかあのチームE公演がもう始まってる時に、声出していこうぜ、いやお互い、え、わかんない、なんか多分レナが先に新幹線乗ってて、どこの駅か言わないんだけど、どこかの駅でなんか入ってきて、なんか見られるなって思ったんだけど、いや見られるなって思ったんだけど、違うよねと思って、で名古屋で降りようと思って準備してたら、斜め前の人がそのなんかチームE公演を見てたんですよ。公演を見てて、タブレットで。で、みたいな、気まずいと思って、ちょっと怖いなと思って、いや別に怖くはないけど、そう、気づえ、レナはなんか一番最後で気づいたから、そう気まずいと思って。あっちは気づいてたのか分かんない。あ、知ってるファンの人ではなかった。スキーファンの人に、でもなんかその乗ってきた駅でなんかめっちゃ見られたっちゃ見られたんだよね。でもなんかそんな見てなくて、顔まで目あったのかな、一回目あったんだけど、そんななんかたまに目合うじゃん、新幹線でさ、そのなんか乗って人が乗ってくるときって目合うときあるじゃん。目合うときあるじゃん。あるけど、なんかそう、まあ、普通に目合うだけかなと思って思ってたら、そう、めっちゃ見てたから、え、やっぱそうだったんだみたいな。綺麗なマスクしてたよ。してた、してた。してました。いや違う、乗ってくる人観察しないけど、え、なんかね、あの違うんだよね、なんか結構近くの本当にマジで一個前の席の斜め前に座ってたんだけど、なんか立ち止まって見てる感じがあったのね。レナ見てないんだけど、なんか見られてるかなみたいな、なんかなんで見てくんだよとか思ってたんだけど、いやでもなんか多分向こうもなんか、いやどっちなんだろうみたいな感じだったと思う。多分ね、多分あんまり分かってなかったと思う。多分レナの方が分かってた。新幹線でメイクしたんだよ。その人が見てた時はあのメイクしてなくて、してなくて、してなかった、メイクしてなくて、でその人が乗ってきて駅でね、でレナ分かんなかったのね。見られるだけだと思ってたから、普通に知らない人って思うじゃん。でなんかあのその人が斜め前にいて、でレナがその斜め後ろでメイクして、で降りようと思ってレナが気づいた感じだから、そう、ドッキリーみたいな感じで声かけようかと思ったけどやめた。レナのファンじゃないと思うから。私のファンじゃないと思うから、ドッキリーみたいな後ろから言って。捕まる捕まる。捕まりました。ドッキリーってやろうと思ったけどやめた。やめました。いやそれな、逆でよかったよ、斜め後ろが逆だってよかった。自分のファンなら声かけた。さすがに声かけるでしょ、さすがに声かけるよ、自分のファンの人だったらね。てってれーですね。初見さん、てってれーです。おい、初見さんじゃない、ワンちゃん見たことあるような、ないような、知ってるオタクの人だったら絶対声かけるね。相手も気づいてて、いやでも多分気づいてないと思う、気づいてないと思う、多分ね、なんかいやぽいなみたいな感じなんじゃない、ちょっとなんか見てきて、うんーみたいな感じで、でもそのまま普通に座って DMM 見てたから。誰ですか、やばい。頑張ってください。
てってれーの音楽流しながらやば。たがひなぎでしょくらいはするかも。あー、え、声かけないの？逆に気づいたら逃げる。え、逃げないで、逃げないで。逃げないでよ。メンバーはない、多分おしめ以外気づいてないんだと思う。あー、絶対会わないようにしよう。なんで、え、なんで、え、じゃあ逆にさ、レナが、え、じゃあみんなよりレナが先にみんなに気づくとするじゃん、もしね。そうなったら声かけられるのは嫌な人、え、みんな嫌なのかな、やっぱそれメンバーに声かけられるの嫌。県内のに話せないはもう律儀すぎる。あ、声かけていいか分かんない。ああ、それレナも下向いてるんだよね基本だから、そういう新幹線とかそういう場所しかあんまりね気づかない。あと見られたらあれだけど、気づかないふりするんだみんな、おもろいね。ダメなの、ダメなのかな。申し訳ないっていう気持ちがあるんですねみんな、おもろいね。今日なんかサンシャイン栄の近くを通ったんですけど、なんかすごいなんかあのライブで盛り上がってた。じゃあじゃあって言ってた、なんだっけあれ、ミックスだっけ、あれめっちゃ言ってた。めっちゃ言っててすごいと思って、初めてねあんなコールがあるの聞いてびっくりした。海外の人とかめっちゃビビってた、笑ってた、これが日本のアイドルかみたいな感じで。声かけられたら話はしてくれるんだ、ね、自分のファンなのにさ、なんか握手会とかではさ、なんか応援してるからねみたいな感じで言っててさ、で街中でさ、え、誰誰じゃんみたいな感じでレナが喋りかけたらみたいな感じになって逃げられたら、ちょっとやだよね。声かけられ、オッケーオッケー、びっくりすぎてあーってなっちゃいそう。あー、パニクっちゃう、緊張する、全力反応。彼女と一緒にいるとき、その名前とかやめてほしい。レナかってこと、そういうのやばいでしょ、さすがに。あったとしても声かけにはいけん。あー、でも人によるんだね、メンバーに会ったことないとかあるとか。いつもやってるけど、なんかあんなにでっかい音を、でっかいコールを聞いたのが初めてで、あそこで知り合いさんのライブ見てたんだ、じゃあじゃあって言ってた。え、ごまん、こんばんは。そう、なんか声かけてなかなかやつ。次してジュースおごってくれるんやろ、ジュース持ってたらね。持ってたら、いやマジ何でもおごってあげるよ。嬉しいじゃんそんなの、嬉しいですね。一言で分かりようとは思うけどね。あー、まあね、それはね。いや、長話しぬ、カフェでも行くんか。カフェ行こうぜみたいにならんでしょ。おもろ、うん、いや、みんなあるんだね結構メンバーと会ったことは。全然じゃないのも可愛いね、ありがとう。何番出口とか分かんないんだよね栄の。とあるメンバーで週に2回会ってさすがに気まずすぎた。おもろすぎて無理。週に2回はもう親友じゃん。親友レベルに合ってる。めっちゃ緊張した。あ、ティーくれた、ティー。いや、生ぬるいヤクルト持ってないから普段から。持ってないし。おごってくれるなら、おごってくれるなら声かけてない。あ、こっちから、こっちから声かけないとダメなのか。ちょっとやだな、それ。おごりたくないもんね。うん、違う違う、スローモーションで見えるぞ。死んだ、横断歩道の向こうから。おもろすぎ。ねえ待って、おもろい、車だから。あー、確かにね。限りのラーメン言ったらお会計しといてあげる。え、やったー、毎日夜ご飯ラーメンにしよっかなこれから。
もずくすね出会うことはない。私が駅のお土産で押しとお土産屋さんで押しとほぐした。いいね。外で会うと喋れんくなるんや。あ、喉乾いたなんか綺麗な探さないで。おもろ。あ、本当にメンバーか分かんない、似てるだけかもみたいな。あ、確かに。栄はねいると思いますよ結構。みんなのなんかおもろいな、なんかエピソードが、お互いプライベート状態エピソードがおもろい。財布隠そう、やば。全力で逃げる。なんでなんで逃げんの。逃げないで。NCT みんなら通りすがりに会ったこと。頑張ってるね、ありがとう。チャレンジ爆走してるメンバーあれんす。いや、それは知らないけど。それは知らないけどさ、変装してると思った。無視なんだ。へえ。なんか買ってあげてる、おもろ。変な夢見たことある。やば。鍵屋じゃん、はあ、やば。逃げてもう一回。どんな逃げ方かにもよるよね。なんか本気で逃げられたら本気で追いかけたくなるしさ、ね、大人っぽくね。本当に急だね。バイオハザードやめろよ。なんでレナと会ったらバイオハザード。死んだ。週刊誌の心配してるよ。知らんぷりしたの。マジか。おつなれ、おつれなですね。野生のかきれないるから普通に。野生のかきれなめっちゃいるよ。ちゃんといる、ちゃんといます、野生のかきれなさん。お互いプライベートですからね。そういう出会い方あるんだ、メンバーと。へえ、おもろ。やばい、エピソードおもろい。みんな結構あれだね、エピソード持ってるんだね。え、なんでレノと会ったら逃げるの。なんでなんでなんで逃げるんですか。最近マジ前髪伸びてきてさ、ちょっとずつね巻けるようになってきたの。もうちょっとケープしたんだけど、ちょっとアートでした。野生のかきれな凶暴じゃないし。凶暴じゃないよ。どこに買い物行くかによるくない。あー、どうだろう、一人でとか誰と行くとか。一人で買い物行く時だったらメイクしないかな。帽子にマスク一択だよね、一人の時は。タグしないと気持ち悪い、あの気持ち悪い。確かに確かに、それはそうだよね。野生のかきれなっていうのがまず悪いんだよ、言い方がね。言い方がまず悪いんだよね。え、でも本当にお互いプライベートじゃない。だってさ、ファンのみんなは劇場とか来るときはやっぱりさ、そうなんていうの、仕事早く終わらしてとかで来てくれるわけじゃん、ね、で劇場一歩出たらさ、普通の人に戻るわけじゃない。普通の人じゃないみたいな。普通のさ、なんていうの、街中歩いてる観光客レベルとさ、一緒な感じになるわけじゃないですか。だから、お互いプライベートっちゃプライベートだよね。マジ、垣根のどこにもいるから。
昨日より久々にガンマイク行ってきました。いいね、ね、ゆあとさガンマイク行こうよって言ってるんだよね。え、それな、レアと遭遇したら嬉しいよね普通に人間の味ってやばやばいじゃん。見たことない、確かに。もう本当にマジでオフの時だもんね。もう起きて一瞬で家出るとかそんな時ぐらいしかかぶんないかも。モンスターを投げてくれる僕だと思ってたら怖い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 。こういうのダメですよね。怖いじゃん。プライベートのパワシミツやばい。そういうこと。そういうことか。そういうことね。おもろ。男性はプライベートじゃないんか。でもなんて言うんだろうな。わかんない。どうなんだろう。みんな的に。友達いる時にメンバーに会うと死にたくなる。じゃれな、友達を装うわ。メンバー感を出さずに。劇場でも普通の人だけど。朝毎日ありがとう。今日朝ね、できてないけど。おたばれしたくない人と、もうしてる人がいるじゃん。ね。オタクと一般人別だよね、多分みんなも。別の人もいるよね。自分の鍵なんて出してしまう。そのノリで宝くじ。当たったことあんのそれ。絶対ないでしょ。明日美容院なんですよ。あと松葉も行く。やったー。やったやったん。県で話せるから嬉しいかも。今日ね、朝起きてたんだけど、6時ぐらいに寝たのかな。起きてたんですけど、朝起きてたんだけど、やめようと思って朝配信しなかった。僕は一般人。よく言うよ。よく言うよ。会社にも家族にもバレてる。あ、じゃあいいじゃん。いいじゃん。明日マツポ行きます。もうちょっとバサバサすぎてやばいから。美容です、明日。ねえ、完全昼夜逆転してる。4時半に起きて待機してた。マジ？マジ？茶髪にするでしょ。しないよ。3000円はそうだ、結構じゃん。宝くじって何円するの？うん、髪切ったね。うん、早いね。うん、早い早い。めっちゃ早いわ。めっちゃ早い。明日の朝配信とかやったらまだわかるけど。めっちゃ早い。前日。前日早いな。早すぎる、さすがに。みんな映画でな、今ね、何だったっけ、なんちゃらのクォーターみたいなの見てる。2回目です。2回目、クォーター2回目です。2回目見てます。300円。え、何が300円なの。なんか言ってたっけ。何が300円だっけ。何が300円だっけ。何の話してたっけ。なんだっけなんだっけ。巻いてないよ。まつげが生き生きして、うん、今死んでるね。今まつげ死んでるんですよ、両目とも。早いな、だいぶ。ほら、いってらっしゃい。お疲れ、ありがとう。え、コナンね、今めっちゃ見てる。だいぶ見たよ、結構見た、何個か。あ、宝くじだ。え、宝くじって1枚300円なんだ。へえ。
え、じゃあ10枚買って3000円当てても無駄じゃん。プラマイゼロじゃん。結婚していいよーんね。サメ券絶対当たる？宝くじが？え、そうなの？1枚だけでも。それを言ったらあかん。宝くじって本当に当たるの？買ったことない人生で1回も。定時が出るシリーズ好き。あ、いいね。お風呂行ったらじゃーい。明日も休み？みんな。向かって740円、1万円向かって740円、当たりました。どうなんだろう、嬉しいそれ。最低。でもどうなんだ、740円って結構じゃない？結構じゃないですかそれ。結構だよね。連番とかあるんだ。連番で10枚しも1桁。あ、だから10枚売って買ったら絶対1枚は当たるってこと。内緒仕事です。10万2回当たったよ。え、めっちゃいいじゃん、すごいすごいじゃん。明日休み、仕事、明日休み。あー、でもなんか結構仕事の人もいるんだね。明日土曜日だね。これ2回も1枚当たる。結婚？何の話やねん。何の話。ゴールデンウィークないの？あー、だから連番じゃなかったら当たんない可能性もあるってことね。うん、あ、実家に帰るんだ。じゃあパソコンないんだね。うん、下一桁いて0から9入って、え、ちょっと分かんないわ。競馬とかも分かんない。100万当たるよ、ほんとに。やばいじゃん。え、めっちゃ運いいね。あさって会えるのね。あさって会えますね、会える人は。会えない人もいるかもだけど。うえい、4連休いいね。キランっておもろいイメージあるけど結構美少女だよね。宝くじ連番で買うか1500円追加して公園入るか迷いどころだよ、女。やば、宝くじか公園で迷ってます。今日の公園で買った水でガキラちゃんでした。やったー、イエーイイエーイ、ちょうだい。ちょうだい。イエー、すごー、レナの水当たってる人いるんだ、ちゃんと。結婚していいよ、結婚してあげるよ。しゃーなしね、しゃーなしね、しゃーなしね。夜は旅に出る、いいな。え、旅行行きたい、旅行行きたいんだよね。旅行行きたい、旅行行きたい、旅行行きたい。え、旅行行きたい。え、誰か旅行行く人いる？どっか。え、マジ連れてって、ついてこう、勝手についていこう。どっか行く人言って、どこ行くか。一枚売りしてないんだ宝くじって。いくんか戻りました、やっほー。釣れなー、生きがいレナの存在なの。結構レナの存在いいとこ行っちゃってますね。全員当たってない、あら。また立ち見じゃん。座っていい、座っていいよ全然。ぜひ座って、はい、見てください。さて、公演楽しみです。え、当たったんだね。待ってろねー。15万円買ったら4万円くらいになったよ。うん、微妙だねそれ。1万円買って740円ぐらいって一緒じゃん。限りの水出なかった。え、マジで？マジか。なんかおもろいな、みんな。ちょうだい。飲み切ったね、ボトルも。え、なんでさ、飲んでるの。チューじゃなく飲んでるじゃん。いいけどね、飲んで。
飲んでいいけどね。躊躇なく飲みました。大阪行くのいいね。たこ焼き食べてん。行かない。名古屋に行きたい。兵庫に旅行。旅行じゃないって。山登りに行っただけだから。兵庫はとりあえず山登り。次の広島いいな。広島行きたい。青だるま言ってたね。来週札幌。いいな。いつの話。じゃあなんて言ってほしいの。なんでも言ってあげるよ。名古屋なら明後日行く。おい明日。明後日制服も目ですか。来るの来るの。ちなみに追い回されますよ。旅行の一人がいい。そして行き先でその年の友達と会うくらいがいい。あーそういうこと。え、そうなんだ。一人旅行行くんだ。函館行ってきたらね。この間ニュースでやってた。桜がめっちゃ満開だったよ。栄に旅行に来るんだ。だがことなる。名古屋行く。公式 LINE? LINE かな。おみくじわかんないけど、おみくじかな。レナスに当てて。頑張って。みんな水チャレンジして。兵庫は山登り行った。イニエスタって何。私はいつも大阪なんだ。ココハンチに行くの。イノシシ。いや、それイノシシ捕まえに行った。ウリボー。コメント応戦。しかしかけなちゃんいないね。いないですね。かけなさんレモブロマイドゲットした。え、本当に。え、自分でも見てないのに。どんなんだった。え、見てないんだよね、レナ。自分のやつどんな感じで撮れてるのか。可愛かった。可愛くないよね、絶対。絶対写真写り悪いわ。あ、 LINE 出た。レナの LINE。 SKE の公式 LINE。 もう旅行行ったんかな。遠い行かない。あ、ね、行ってたね。楽しそうだった。楽しそうだったよ、めっちゃ。今日カメムシ多かった。いや、全然いなかったよ。いや、わかんない。いたのかな。あ、ずっと家にいたから。いや、でも、なんか、ちょっと前にさ、なんか寒い時に全国的にさ、カメムシめっちゃ増えたじゃん。大吉焼け出ません。あら。もうちょっとで出るよ、きっと。コンプリートしたよね、せっかくなら。二つ出たなら。こんばんは、初見さん。六甲もあんまりわかんないんだよね、正直。六甲さんだっけ。金のギフトたくさんもらうと牛肉ゲット。豚肉がいい。豚肉派です。関西人だけど。制服の身につく以降しばらくないね。だね。だね。いや、まあまあ可愛かったの。え、絶対嘘なんだけど。虫のいる時間。え、なんか変なちっちゃいなんか虫はいた。なんかさ、ちょっと暖かくなってきたら出てくるじゃん。なんかあの蚊の子供ですみたいな。カメムシ得意な人とかいるの。4分の0。初めてカメムシジンジャエル飲んだ。どういうこと。何それ。やだ。名前だけでやだ。東京は旅行。いや、どうなんだろう。え、わかんない。東京行くの。旅行に行くの。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。猫の、あ、今日猫の恩返しだったんだ。ゲルの音はほんまにあるのか疑問。ね、出ないね。カビシャやばいよね。カビシャマジで、あの、よくなんか、カビシャ、本当にカビシャってかきれななのみたいな、よく言われる。衣装が可愛かった。レナ可愛くなかったの。じゃあ衣装が可愛かったんだね。カメムシなんてマヨネーズかけて食ったらいいね。どういうこと。意味が分かんない。カメムシで作った。え、何言ってるの。連番カメムシ友達じゃん。友達になった方がいいよ、この二人。カメムシのマヨネーズとカメムシで作ったジンジャーエールのなんかの人、連番じゃん。カメムシ連番。パクチー好きだからカメムシ平気。え、
え、これ3連番じゃん。この3人仲良くなった方がいいよ、きっと。仲良くなりな。カメムシ友達に。カメムシ友達いいじゃん。死んだ、おもろ。で、虫なんて怖くない。怖い、やだ、キモいじゃん、なんか虫って。あ、そうだね、今月幕張ね、あるね、名古屋もあるし。カメムシ連番やだ、写真写り損してる。いや本当にやばいよね、写真写り本当に悪くて。どうしたらいいんですか、教えてください。普通に教えてほしいんだよね。なんかカメラマンやってた人とかいないの、この中に。いないよね、きっと。そしたら多分もうちょっと早く言ってくれてるよね。いや、カメムシとか食べるものじゃないじゃん。2人合わせてカメムシじゃないし、3人合わせてだから。やばい、カメムシさん、カメムシやばい。無理、死んだ。やばいんだけど、なんで食べれるの、やばいってみんな。やだ。なんかそのカメムシの、そのなんかニュースのタグをなんか開いたんですよ。開いたらなんかめっちゃでかい写真が写ってきてて、なんかカメムシってさ、緑のやつとさ茶色のやついるじゃん。その写真がめっちゃさでっかく写っててさ、マジやめてって感じでしたね。はい。写真写りマジで悪いから、本当に本当に本当に悪い。本当に悪い。限りの食べない、やだやだ、見るだけでもやだもん、虫。写真写り悪いと実物を見ただけよりよく見えるじゃん。いいのか悪いのか分かんないわ。カメムシやばい、栄養あってもいらない、食べないよ、やだ、笑ってるし。めっちゃ嫌だったんだけどな、押した瞬間さ、めっちゃさ、なんかカメムシのその写真が3枚ぐらい4枚ぐらいさ、なんか来てて、ちょっとでっかい写真、なんか兵庫のなんか、なん兵庫の誰々が兵庫県になんか報告を出しましたみたいな、カメムシ危険報告を出しましたみたいな記事でさ、いらないよみたいな。って思いましたね。茶色いのいるんだよね、僕は字が嫌い。字もやだ、虫は全部やだ、ジブラグラみたいな赤い虫もやだ、やだ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 、見せられた、ほぼ。何年間ごとにね、なんかさ、その年の冬が寒くなる、めっちゃ寒くなるときはカメムシが大量発生するみたいな、よく言うよね。カメムシの写真写り悪すぎて無理、もうやだね。わかる、生かぎりなちゃんガチ可愛い。死んだ、生かぎりなちゃんはって言ってるからさ。そうなんですよ、写真写りは本当になんか盛大に悪くて、そう盛大にね悪いんですよね。はい、やばいですよ本当に、写真写りね本当にね。カメムシの匂いはなんかあのあれだよね、なんか葉っぱみたいな匂いだよね、なんか草みたいな、じゃない、草みたいな、なんかあの草の匂いで、草原の匂いみたいな、違う、そうだよね多分。一番の感想、カビシャと全然違うね、それ本当によく言われる、本当にマジでよく言われるんだよね。カメレナ。なんかカメムシって一緒にされてる、いらない情報すぎた、マジ。カメムシ退治するとめっちゃ匂う、嫌だね、いい味出しますよ、もうどういうことどういうことどういうこと、いらないですよ、カメムシ嫌いです。ダーゾーバーガタリア何やってんの、嫌ですね、嫌ですね、嫌だよ、本当に嫌だ。ちカメムシってマジ嫌だよね、うん、カビシャも可愛いよ、範囲ないね、ね、思った、カビシャはマジ可愛くないもん、本当に可愛くない。カメムシコスプレ連番、さっきの3人が。死んだ。無理、やばい、素数の年に、素数の年に大量発生するが、そうなの、セミ、セミって毎夏大量発生じゃない、かぎれんちゃんまだ会ったことない、夢にされてる。愛しは動画にしたい、それな、マジそれ、てか動画でも写真写り悪いけどね、
カメムシ違うくらい嫌だよ。リボンつけてもカメムシやカメムシだもん。パクチー似てる。え、なんか草原の匂いじゃない？草原の匂いしない？カメムシってハッピーな匂いじゃないでしょ。草原の匂い別に。ハッピーなの。お疲れー。わかんない。え、草原じゃないのかな。え、ね、去年やばいよね。カメムシ大量発生やばかった。カビちゃんかわいい、ありがとう。ありがとう。ケンラボ終わったの。油で揚げれば美味しい。美味しくないよ絶対。やだやだやだ。ピョンラブー。いや、この最初の10分間だけだけど、あね、放送するらしいね。言ってたね。見たんで、でも私は。マイナツ、マイナツね。マイナツは、マイナツたくさんね。出るんですよね、セミさんは。あ、動画の方がいい。動画の方がいいよね。100回目おめでとう。100回目おめでとう。なんか駅とかコンビニとかいっぱいいるね。光に寄ってくるよねやっぱ。昨日終わっちゃったのか。はい、なんか悲しそう、なんか悲しそうです。悲しそうな人います。え、草原っていうかさ、なんか草原の草だけの匂いみたいな、わかんない、草原の草だけの匂いみたいな感じしない？わかんない、わかんない。先生、カイコは誰ですか？俺です。絶物可愛いの問題ないです、ありがとうございます。30分だけって言ってたんご。お花がなんで知ってんの？え、なんで知ってんの？いや、セミとかまだ食べやばい。セミも食べてるしダメだよ。あ、ショールーム OK、 ショールームセーフ。冬に生き残って、そういうこと。あ、そういうことね。冬に一回絶滅しないってことか。そういうことね。あの歌が浮かんできます。やばい、悲しいやつに。はあはあはあ。カメムシってどんな匂いだ。え、なんか草の匂いじゃないの？草。今日さ、ボイトレ中にさ、右目がめっちゃ痛くて髪の毛が多分入っちゃって、で、なんかでもなんかボイトレの先生がなんか一生懸命撮ってたから、なんかこうやって「はいはい」ってやってた。脇ゲラミ最後まで見てたからいいけど。はぁ、やばいじゃん。普通に脇、普通に脇、普通に脇、普通に脇。普通に脇。壁車身長大きさはお姉さんかって好きで。あ、本当に？え、身長大きく見える？壁車。大きそうに見えるんだ。マジで。は？ミッションとか関係ねえから。ミッションとか関係ねえから。怒られる、またメールの返信で。気になる口が悪いと思います。はい、ごめんなさい。シュルだろうがな、かわいい、ありがとう。え、草みたいな匂いしないっけ。そう、まとめ決め食べたくないけど。いいらしいよって、自分食べたくないもん、おすすめしないでよ。タンパク質でいいらしいよって、いらないし。手に連れ込んでしまう。あ、それよく言うよね。なんか洗濯物にね、ついてね、それ言われる、身長大きそうって。お姉さんかあるかないかが重要。あ、そういうこと。あ、じゃあお姉さん感あったら身長もまあ確かに高くは見えるよね。身長は153とか4とかですね。ごめんなさい、反省してる。G 出てないし、やめてよ。メール返信怒られたばかり。確かにドドンやってるの。そうそう、
うしね、わかんない、なんか草の匂いしか覚えてないんだけど。虫食べないけど、お腹すいたやばいよ、カメムシの食べる話しててお腹すいたわ。カメムシーズの仲間入りだよそれは。それはカメムシーズの仲間入りですね。はい、仲良くしてあげてください。お風呂頑張んないと怒られる、頑張れ。ループさせたと思わせる。癒し系なんですか私が。身長高いのに握手会で台使ってるんですよね。いや、より身長を高く、そう、157センチだから160センチに見せるように台使ってる。そんなに小さいの？いや、157センチありますね。はい、いや、お姉さん感あって身長も157センチですね。はい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 、反省してね、また見に行ってきますね。おいーおいー、反省してねー、反省してねー、まったく。箱の中にも虫だったら逃げますか？逃げます。頑固やな。てか昨日教えてもらったリボンの作り方やったけどできませんでした。え、なんで？できるよ、できるできる。え、絶対みんなできるよ、簡単、マジあれ簡単だから、本当に簡単。カメムシーズ身長5回くらいかと思った、本当に。でもなんかそういうイメージはあるって、そういうイメージはあるってよく言われる。カメムシーズって配信来たことあった。え、それな、やばいやばい、懐かしすぎて無理なんだけど、リー君がね、あの戦ってくれてた。玉、玉じゃないよ、玉じゃないですから、これ玉。口悪くなかった、趣味見てなかったかも、見なかったかもね。ありがとう、ちょっとオブラートに包んでくれて。154だけど実質153センチ。内緒内緒、それは、それ言っちゃダメなんですよね。あ、待って、メールだ、メールね、メール送るね、メール送ります。面白いの嘘つく。え、そうだよ、朝って157センチあるんだよ、朝ってマジめっちゃ身長高くなるんだよ。ツーショット何ポーズにすんの？え、何がいい？ヤッホー。あ、オーラでね、はいはい、身長がね、はいはいはい、それならまあ理解理解。裸足してるときは好きだよ。なんで、なんでそれだけなの？こんばんみー、12期12期とかのこっちゃん、わかんない、誰だろう。本当に裸足じゃん。いや、してねえだろ。絶対してないじゃん。ループ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 多分顔面だと思う、顔面で身長高く感じるんじゃないかな、多分ね、顔面だよね多分。あ、 MC 見てくれた？28時間のさやつみんなアーカイブで見てくれた？その時に見れなかった人、後ろの壁にカメムシ止まってたらもう普通にこの家から出ていくわ。はい、出ていきますね。メールいらない、メールいらない、今日メールいらないか、メールいらない、メールいらない。いる？いる？いります？え、何見たの？みんな見たよって言ってる。何が見た？あ、28時間か。あ、じゃあ、あ、じゃあみんな返信してね。じゃあちょっと送りますね。で、一回終わった方がいいのかな。でも今終わったら通知来ないか。まあいいや、通知来なくていいか。じゃあ一回終わりますね。バイバーイ。一回終わりまーす。バイバーイ。